ートします。指先しびれないですか？大丈夫です。はい。札幌市の新型コロナワクチン接種会場です。今月2日から市内2カ所で接種が始まりましたが、すでに予約は上限に達しています。今日発表された新型コロナの患者数は、今月1日までの1週間で1医療機関あたり 10.43 人となっています。増加傾向にあった先月上旬よりは減りましたが、前の週より微増しています。感染対策に気が抜けない中、治療薬をめぐり今月からある動きが。ウイルスの増殖を抑えるゾコーバなどの治療薬は、これまで全額が公費負担で患者がお金を払う必要はありませんでした。しかし今月から一部が自己負担に。金額は医療費の窓口負担割合によって異なり、最大で9000円です。75歳以上の年金受給者など1割の負担の人は3000円となっています。ワクチン接種に訪れた人は。高いですよね、やっぱり。何でも有料になるのは大変ですよね、うん、年金生活とかなるとやっぱりちょっと大変かなって。専門家は出費を抑えるための受診控えを懸念しています。お金がかかっちゃうから、ちょっと症状があるけど受診は控えようかなってなってしまうとですね、重症になる方っていうのは自己負担ということで起こってきてしまうという懸念はあるかとは思います。新型コロナ患者の診療を続けてきた札幌市内のクリニックは、重症化リスクが高い人にとって治療薬は特に大切だと話します。高熱の人に関しては、抗ウイルス薬を使ってその後経過なんか聞いてますと、やはり熱の下がりが圧倒的にいいですし、基礎疾患があるとかそういう人たちはぜひ抗ウイルス薬使ってほしいなとは思いますね。手洗いなどで感染対策を取りつつ、症状が現れた時には重症化を防ぐためにも医療機関を受診することが大切です。